はい、どうも、ハピネスタークとハピネスです。ウォーフレームの解説実況をやっていきたいと思います。今回はですね、こちらのプライムゲーミングっていうものについてのね、解説をちょっとやっていこうかなと思います。 で、これ、今までね、その、ツイッチプライムみたいな感じで、ずっと配信されてたんですけど、ずっとなくなってて、まあようやく、えー先日5月26とかだったかな。まあプライムゲーミングとして、え復活したという感じで、で、結構こういったサービスって、あの、質問いた,いただくことも多いので、まあこの期間にね、ちょっと解説動画出しておこうかなという感じです。で、ぶっちゃけこれ何って言うと、アマゾンプライム会員であって、それでアカウントが連携されてると、ゲーム内でスキンとか、まあそういうのが、シャンダナとかもらえるよ、 っていいうううまあそういうサービスでですねで最初ね、えー、具体的な接続方法よりもまあ、注意しといた方がいい点とかこういったアマゾンプライム会員になるとこういった特典もあるんだよみたいな感じの話をね軽く触れてお送りしたいと思いますねでえー、と選ぶとですねこういった項目が、えー、出てきます で、えっとこれ任天堂 o s w i t c h の方に関してはですね、ちょっとログインに問題があるらしいので、このサービス自体は6月7日まで延期されているそうですので、その点ご注意くださいということです。はい、詳しい内容ね詳細からいけると思います。ちょっとこれ、ログインしてあるんで、今、ログアウトしますね。はいえ、で、まあこれはね、全コンソール対象のサービスで、連携がね、えー、できていると、こういった えー、スキンからシャンダナとか武器のスキンとかっていうのを、まあ、月によってどん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 こうやってもらえたりするよっていう、まあ、お得なコンテンツっていう感じですね。えーとその Amazon、プライム会員になっ で、その Amazon プライム会員のアカウントと w a ーフ f r a m e のアカウントが連携されていることによって受け取れるサービスなので、まあ、おのずと Amazon プライム会員になっていることが条件になります。で、Amazon プライム会員になると、ここにも書いてある通り、ゲームとゲームの特典受け取れたりとか、えー、荷物を配達していただくときにお急ぎ便が配送無料とか、まあ、映画とか見放題、プライムのものは見放題だよとか、えー、Twitch プライムでステータスがなんかこうできるよみたいな、まあ、いろいろとできるらしいですね。俺も一応ずっと会員なので、まあ、 目がバンバンン見たりとかまあいいろろやってるっててる感じですけれども最初まだ登録したことない人向けには30日間の無料お試しがここに書いてありますで1ヶ月あたりは、えー、500円程度らしいのでまあ程度って言ってもそれ高いか安いかは人それぞれだと思うのでまあ最初30日間の無料やってみてでもしあこれ継続してウォーフレームのコンテンツも受け取りて止、し意外に Amazon プライム使うなっていう人はまあ毎月500円から始めていってもいいのかなと思,う思いますがまあ継続するか否かは人それぞれ それぞれだと思います。 で、あとはね、もうちょっと下に行くと、えー、こういうのが受け取れるよとか、えー、Amazon プライムとオーフレムのアカウントリ,リンクさせたら、えー、シャンダナあげるよとか、<laughs> まあそういうのがあったりしますね。あとはボーナス特典でグリフあげるよとか、まあそういう感じですね。で、他に、まあよくある質問みたいな感じで、このオファーを利用するにはプライム会員資格が必要ですかとかっていうところも、まあ必要ですよっていう書いてあって、サインしてくださいね、みたいなことが書いてあったりだとか、まあなんかわかんないことがあったらね、こちらの項目を参照してみるのもありだと思います。 じゃあまあ具体的にこいつを今回ね俺もまだ今受け取ってないので受け取るためにちょっとアカウントをねリンクさせたいと思います今ゲーム内からやってますが後でホームページえーからのリンク方法も紹介しますまあこれねどっちでも一緒なんですけど一応じゃあサインインしますか Amazon のプライム会員の方にサインインしていきたいと思います まあなので事前的に Amazon アカウントを持っていること、WoFrame のアカウントを持っていることがこちら受け取る条件になりますので、その点ご注意ください。はい、で、お前日本にいるなっていうのが出ます。はい、います。はい、で、一応、えー、Amazon にサインインしてくださいねーっていうことがここに出ます。はい、で、今俺ハピネスダークって書いてありますね。で、えー、とメールアドレス入力することを促されたら、ここはメールアドレスを入力してください。メールアドレスがまだ。 入力されてない場合はこのログインしたままにするっていう項目の下に Amazon アカウント作成っていうのが出るのでまだ Amazon アカウント持ってない方はそちらからえーメールアドレス入力してパスワード作ってで認証で送られてくるえそのメールを受け取ってそれで認証して Amazon アカウント作成でこの画面に来てメールアドレスとパスワード入れてまあログインみたいなまあ結構ねあの言葉で言うと難しそうに聞こえるんだけど 実際、動作でやるとそんなに、えー、難しいことではないと思うので、まあ、指示画面の指示に従って、ねえー、作成できればいいと思いますじゃあ、こちらちょっとログイン、えー、していきますねはい、えー、これで今、ログインされましたこんにちはハピネスダークとか自分のアカウント名こんにちはなんとかさんみたいな感じで書いてあったら、えー、もうログインされています。 で、えー、ここの今すぐ入手っていうのを選ぶことによって受け取れますので、こちら入力していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、ロキベルブバンドルかな。一つにつき、一つのアカウントにつき、四角につき一回のみの受け取りなので、それは確認してねってことですね。では、続行していきましょう。 はい、認証されましたんで、デジタルエクストリームへ移動してくださいっていうのが出ます。で、この出ますっていうのは多分ね、あの、ホームページの方からリンクしろってことだと思うので、これは素直に従って、えー、入力していきましょう。こんな感じで、えっ、ー、と、英語で出ているので、わからない場合は、えっ、ー、と、日本語に切り替えましょう。 はいでアマゾンプライムアカウントを連携する、ウォーフレームアカウントとアマゾンプライムアカウントの連携、で連携することによって瞬時にシャンダナ上げるぜみたいな感じですね、えー、プライムゲーミングドロップっていうのはさっきのやつですね、ロキのスキンとかですね、はいそれではアカウント連携していきましょう。で えここ、ウォーフレームでログインしてくれっていうことが出るんですけれども、プレイステーションやってる人はここ、XBOX はここ、Switch の人はここ、PC 版の人はここにえ入力してログインっていう感じですね。まあ、俺、PSN 版えメインなのでこちら入力していきます。はい。で、えっと、めんどくさいですが、一応ね、ここにサインインしてくれと促されたらやっていきましょう。はい。えー、うまくですね。 えーと、えっ、ーと,えー、と、俺の場合は PSN だったので、そちらの方にもメールアドレスとパスワードを入力して、えー、うまくログインできると、こちらね、ウォーフレームのホームページにもサインインしたことになりますので、えっ、ー、と、改めてアカウント連携っていうのを押していきます。はい、こんな感じでね、あとは Amazon っていうところの項目で、許可をクリックして、デジタルエクストリームウォーフレームにログインしてくださいを許可します。 はいえー、っとこれで一応アカウント連携が終わりましたでここまできたら、えー、もうすでにね、えー、Amazon プライム会員の アカウントとウォーフレームアカウントがリンクされているので、もうあとはもう受け取るだけみたいな感じですね。今回なんか報酬スタンプカードみたいな形式でやってるみたいです。で、一応ホームページの方で Amazon プライムアカウントに連携されてない場合は、こうした、えー、表示が出てます。項目は一緒ですね。ゲーム内で見る画面と同じなんですけれども、えー、この場合はアカウント連携っていうところを選べば、まあさっきみたいに、えー、指示が出ますので、こちらをやっていきます。はい。まあホームページから行くにしても、えー、ゲーム画面から行くにしても、 アマゾンアカウントでメールアドレスとパスワード入れてで自分のウォンフレームアカウントにログインしてっていう手順は変わらないので、まあ、どちらから行っても全然大丈夫ですじゃあこの今すぐ入手っていうところを選択していきますそうするとね多分、えー、スキンとかも付与されると思うんですけれどもはいえー、っとここのアカウントに付与していいですかっていうのが、えー、最終確認みたいな感じですねはいまあ、違う場合はちょっと戻って正しいアカウントに え連携させましょうじゃあこの3つに関してあロキももらえるのこれ <laughs> これロキももらえるらしいね <laughs> それは俺知らんかった俺スキンだけだかと思ってたわまああえてロキなのは昔ウォンフレームのその最初に選べるフレームが今マグボルトエクスカリバーですけれどもロキだったんですよねなのでその流れを受けてるんじゃないかなとちょっと思います分かんないけどね,ねはいじゃあこれ申請完了していきましょうはいえー、ニュースしましたっていう風に出ましたね 本当に入手されたかなって、俺ちょっと不安なんだけど、あ、入手済みって出てますね。はい。まあ一応入手済みってなったので、確認だけしてみましょうかね。はい。えー、っと、一旦このダイヤルログが出ないと、 えー、ゲーム内で反映されないみたいなので今一回なかったんで確認したらなので再起動しましたで一、えー、回ゲーム落としてもう1回ログインしたらゲームにねそしたらプライムゲーミングロキーベルブバンドルがインベントリに追加されましたってことですね、まあ、一応ウォンフレームに関してはそのもし入ってなかったら一回再起動してもう1回入り直せば大体、えー、こうやって付与のダイヤル力が出るのでその点はねえー、ちゃんとできてなかったかなって、えー、心配する前にね一回再起動ログインを、えー、やってみるといいと思いますね はい。それじゃあ、えーと、入ったそうなので、改めて見てみましょうか。こちらですね。ベルブスキン。おー、すげえ。これ、元からはこれなのか。あー、あった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 。おー、すごいね。<laughs> いいね。かっこいいね、これ。俺、このスキン好きだな。で、えーと、その Amazon プライムの会員と、ウ、え、ォ、ー、ーフレームのアカウントを連携するともらえるシャンだなっていうのが、これですね。これも綺麗だよね。えっとね、この、 グレンデルと一緒に出たやつのカラー違いバージョンみたいな感じなんだけど、肉を好む花のように。<laughs> 面白いね。まあこれもゲットできるという感じです。あえてボディカラーに入れてみましょうか。おー、なるほど。<laughs> 面白いね。まあ外装品の遊びがいも増えるという感じですね。まあちょっと他では手に入らないスキンとシャンダナみたいな感じなので、まあこの機会にね、えーと、スタートに関しては、この、 ロッキーをゲットとあとスキンをゲットはまず、えー、やったことプライム会員になったことない人もまずは無料体験から始めてみて継続を検討の流れがまあ一番いいかなと思いますねとりあえずこれはもらえる。 環境は整っているるかなとと考え方によってははでできると思うので、はいそんな感じですねまあ今後もえ、ね、7月天皇婚あります2021年でそれ以降もねどん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 こうたくさんのサービスがあるみたいなのでこれもねいつ何が、えー、付与されるかっていうのも楽しみですけれどもそれをねちょっと待ちたいと思います公表もされてないのでねあと余談なんですけれども俺あのグリフが欲しいんだけどっていう人もいると思いますでそれに関しては先ほど、えー、書いてあっ たんですけれどもこの amazon プライムと連携された画面のこの一番上のスタンプカードのところに書いてあります、えー、ゲーム内で8つですねまあここ今一つ目ゲットしましたけれども8つ以上のドロップを取得することでロキベルブグリフが送られるそうです で、えっ、ー、と、ドロップ自体はリリース日の日本時間翌日の午前3時に更新。また、えー、ロキーベルブグリフはキャンペーン終了から約2週間後にインベントリに追加されますということなので、まあ、これはね、えー、忘れた頃に来るぐらいな感じかな。ただ、あの、更新日、えっ、ー、と、日本時間翌日の午前3時とかっていうふうに、まあ、6月に入ったらそれはそれで決まっているみたいなので、えー、そのね、期間だけ注意しておきたいかなという感じですね。これが Amazon プライム会員とウォーフレームアカウントの連携。そして してスキンを受け取ったりだとか、まあ、キャンペーンのコンテンツもゲーム内に付与する方法でしたそんな感じで終わりになりますまたね、えー、こういった解説動画も出していきたいと思いますお送りしたのはハビデオスターグのハビデオスでしたまたお会いしましょうバイバイ